こんにちは、岩本久美です。いつも応援していただきまして本当にありがとうございます。今、泣き虫橋という新曲で、いろんなところを回って今頑張って歌っています。もう覚えてくださった方いらっしゃるでしょうか。前回は道行き船という歌を歌っていて、皆さんにいいお声をたくさん届けていただいたので、また今回も道行き船に似たような、何か前向きに、気持ちがどんどん前向きになれる歌をということで、手元に届いたのが泣き虫橋という歌です。作詞は北条誠先生、作曲家よもあきと先生に作っていただきました。私自身も歌っていて笑顔になれるというか、とっても気持ちが明るくなれる歌なので、先生方にアドバイスしていただいた通り、頑張りすぎず、あんまり力を入れすぎず、柔らかく優しく歌っているつもりです。どうか皆さんももし歌っていただくときは、真ん中はどんどん盛り上がってくるところがちゃんと出てきますので、出だしの部分の生まれた時からっていう低いところから入るんですね。この低いところをまず大事に、しっかり落ち着いて歌い始めてもらうと、どんどん歌いやすくなっていくはずです。まあ出だしがポイントですね。その部分を気をつけて、どうかたくさんたくさん歌って応援していただければなと思います。お近くに寄らせていただいた時には、どうかくみちゃんって声かけて応援していただければ嬉しいです。これからも新曲の泣き虫橋、どうぞ応援してください。岩本久美でした。